アルピーナ軍、ミシガン州、アルピーナ軍はアメリカ合衆国ミシガン州ロワー,ー半島の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は29,598人であり、2000年の31,314人から5.5%減少した。軍庁所在地はアルピーナ人口14,83人であり、同軍で人口最大の都市でもある。 アルピーナ軍は1840年にあのミッキー軍として設立された。1843年、ヘンリー・スクール・クラフトがインディアンの言葉から編み出した信号であるアルピーナ軍に改名された。その意味は良き領長の軍のようなものである。当時州内の多くの軍名を改定した動きの一環だった。アルピーナ軍は公式には1857年に組織化された。 アルピーナ軍はミトンの形をしたロワー,ー半島の北東部にある。ヒューロンポとサンダー湾が東にあり、南はアルコナ軍、南西はオスコダ軍、西はモンモランシー軍、北はプレスクアイル軍に接している。軍域の大半の水はサンダーベー側とその支流に流れている。薪農州立林が土地の多くを覆っている。軍に隣接する水域には サンダー湾国立海洋保護区がある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1695.00平方マイル、4390.0km であり、このうち陸地574.15平,平方マイル、1487.0km、水域は1120.85平方マイル。 2903.0km で、水域率は66.13%である。北緯45度線が群を横切っており、北極と赤道の中間にあることになる。サンダー湾に浮かぶいくつかの島は、ミシガン群島国立野生生物保護区に属している。ミドル島やサンダー米島には自動化された灯台がある。氷河が地域の地形を作っており、特徴ある。 生態系になっている。地域の大部分は、いわゆるグレーリング外縁塩体積原であり、氷河が崩壊させた砂質の尾根など広い体積、原、バンクス松の生える荒れ地、白松と赤松の森、北部の後期の森よりなっている。氷河作用で大きな湖が形成された。内陸の湖は、実際に巨大である。以下は2010年の国勢調査による、 人口統計データである。軍政府は、軍監獄の運営、地方道の維持、地方裁判所の運営、権利譲渡と定当権設定記録など重要記録の維持、公衆衛生規制の管理、福祉など、社会サービスの項目で州の施策への参加を行う。軍政委員会は予算を管理するが、法や条例を作るのは限定付き権限である。ミシガン州では、警察と消防、 建設と区画割り、税評価、街路維持など地方政府の大半機能は、個々の都市と軍区の責任でる。軍は、地域の湖沿いで3つの公園とキャンプ場を運営している。すなわちラシンにあるビーバー湖公園、アルピーナにあるロング湖公園、ポーゼンにあるサンクン湖公園である。アルピーナ軍は、下記8つの軍区に分割されている。 都市未編入の町群内では多くの定期的に開催される行事がある。群内には7カ所に公式の修士定歴史名盤がある。アルピーナ群はローマカトリック教会ゲーロード教区に属している。アルピーナニューズがローアー半島北東部の大半をカバーする日刊誌である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。